大谷翔平さん、国家元帥みたいになってしまう。仙台駅東西自由通路にて、草、池袋もこの広告ばっかや。栗山、入国、イケメンだぞ。神木くんポサールな。肌も綺麗とかずるい。ガンツスーツ着てるみたい。アスリートでここまで清潔感出せるやつおるなら貼ってみろ。実力人気知名度も兼ね備えたやつな。イケメンすぎてやばいよな、10頭身くらいあるよ。肉体ガチャで天下取れる国。世界レベルで天下取ってるんですが、広報うまいよな。良くも悪くも日本人離れしすぎて参考にならんてのはあるが、こんなにドアップでも不快感感じない顔なのすごいよな。爽やかの擬人化やん。限界突破しそう。大谷と藤浪はヒゲ生やすといい感じになるから。ベイカー家とかした藤浪。清潔感あるわ。独身ってのが最高のエッセンスやろ。広告会社案件。株とも売れとるんやろ。あれは大谷やなくエンゼルス全体効果やろが、大谷が持ってないものって何かあるんかな。普通の人としての生活。このチャンネルでは南米でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。